ます？こっちお願い。乾杯。お疲れ様。何が出るかな？ねえ、聞いて聞いて。なんだ？あのね、私、お店の中の順位が上がったの。何？まだ少しですよ。でも、何度か来てくれる人がいますから。おお、どうだ？ぶっちゃけまだ20位なんですけど。そうですか。早くナンバー嬢になりたいです。ひょっとして。別に事情ってほどのことはないですけど、前に入店して3日で300万稼いだ人がいたって話を聞いて。なんだと？それが本当に新人だったみたいで、だから私もその人を目標に頑張ってみようって思ってたんですけど、まあ当然無理なんですよね。才能ないわけじゃないんでしょうけど、ちょっとだけがっかりしたというか。ちょっと待て。ですよね。だから私、一日でも早くそんな日が来る。日向。はあ、私の何？なあ。うん、妹と弟が、私一番上なの。おお。キリュウさんは一人っ子なの？ああ。私も同い年の兄弟欲しかったな。ねえねえ。おいおい。キリュウさんは家から職場は近いんですか？そうだな。いいな。私ここから家まで電車で1時間くらいかかるんですけど、疲れてると家まで帰るのが面倒だったりするんですよね。おいおい。ああ、私電車で座ると確実に寝るんですよ。だからいつも必ず立ってるようにしてるんです。そうか。え、本当？知らなかった。それじゃあこれからも頑張って立つようにしよう。電車の中って揺れが心地よくて、すごくよく眠れちゃうんですよ。ぐるぐる回ってるから、終点で車掌さんに起こされることもないし、ホテル山の手マジ便利。おお。そうそう、家にいるよりよっぽど経済的。何時間でも乗ってられちゃいますよ。私めっちゃイケメン好きなんですよ。どんなに性格良くてお金持ってても、ブサイクな人はちょっと。いいや。違いますよ。
他は良くて当然なんです。性格悪くてお金も持ってなかったら、その時点で何言ってもダメでしょ。なるほど。それで私、若手のイケメンアイドルが超好きなの。イケメンが出てるミュージカルとか割とたくさん見に行ってますから。そういえば、ひょっとして桐生さんもそういうの好きなんですか。ああ。マジで、その年でそれはキモくない。桐生さんひょっとしてロリコン。でね、この前私の好きなイケメンアイドルがこの店に来たんですよ。夜遊びするって知らなかったから超びっくり。おお。でもその人、普段は超優等生でインタビューでは酒もタバコもやらないって言ってたのに、店じゃどっちもガンガンやってたんですよ。なるほど。喋り方も違うし、なんかずっと不機嫌そうで、ちょっとショック。おいおい。そうですよね、だから私もゲーム。そろそろお時間となりますが、ご延長で。はーい。キリュウさん、コーヒーと紅茶だったらどっちが好き？結構意外。いや。女の子はのんびりお茶しながら何時間でもおしゃべりできますけど、男の人はそういう目的がないの苦手って人。なるほど。私、紅茶がとにかく好きなんです。毎日10杯ぐらい飲んでますよ。まあ、タンニンが入ってますから多少貧血になったりもしますけど。そりゃ紅茶教室に通ってますから。何？でしょ。そういうの勉強してうちでティーパーティー開くのが目標なんです。キリオさんもやってみない？絶対楽しいですよ。それならなおさら呼べばいいじゃないですか。普段飲み慣れてない人に紅茶を楽しんでもらう会にすれば。この後？ごめんね、キリュウさん。今日は他に約束があって。私、あんまり服を持ってないんですよ。え？全然！ほんと必要最低限しか持ってなくて。うっかりクリーニング出すの忘れたりすると、着るものなくてほんと大変なんですよ。それじゃあ。気持ちは嬉しい。私、部屋が狭くてクローゼットも。なるほど。この仕事もドレスだからなんとか成り立ってますけど、私服で接客する店とかだったらアウトですね。ああ。でしょ？私服でいいよとか言われても丁重にお断りしますって感じ。これでもし太ったりしたら持ってる服全部着られなくなりますから、体型の維持が割と命がけですよ。おいおい。そんなことないですって。だから
自然とフリーサイズなワンピースとかゆるいファッションに手を出しがちなんですよ。なるほど。別にみんながみんなウエスト周り気にしてるわけじゃないですけどね。でも実際そういう服を持ってると着回しが効いて本当便利なんですよ。私ももらっていい？いただきます。はい、こっちお願い。キリュウさん、今日は超楽しかった。いらっしゃいませ。私に会いに来たの？もう超ハマってんじゃん。何頼みます？何が出るかな。初めて会った時から思ってたんですけど、キリュウさんってすっごく覚えやすい顔してますよね。一度見たら忘れないっていうか。そうか。一度会った人に次会った時には忘れられてるとかいうことないんじゃないですか。そういえば、いいなあ、私なんて未だにここら辺歩いてるとおのぼりさんと間違えられるのに。私はね、お客さんの顔を覚えるの超得意なの。顔見れば、あ、この人、この前あれ話してた人だってすぐに思い出せるの。おお。そうなんです。さあな。それじゃあ、私の誕生日は何月何日？ひょっとして。違いますよ。ちょっと待て。え、そうでしたっけ。ああ。なんだ、それならそうと早く言ってくださいよ。それじゃあキリュウさんが知ってるわけないじゃん。まったく。街で聞いたんだが。何それ、初耳。なるほどね。料理そのものを紅茶味に。あれ、ああ。
ねえ、桐生さん、正直に答えて。なんだ？私、いや、それって前から太ってるってことじゃん。やっぱりダイエットしないとダメかな。え？私、結構小食で1日1食しか食べないんですよ。おいおい、そんなに食べられませんよ。だいたいこの仕事してると生活のリズムが普通の人とは違うから、朝昼夜決まった時間に食べられないし。そうか。でしょ？ちゃんと3食食べてるキャバ嬢なんていたら会ってみたいですよ。ん？なんででしょうね。頼みます。はい。ねえねえ、一緒にチョコスティックゲームしない？あ内緒だからね。私、かっこいい男性と付き合いたいって思っても、結婚したいとか子供？そうか。なんかそういうのじゃなくて、男の人とエッチなことをするのが嫌なの。キスをするのも嫌なくらいだし。何？どうしてって。キリュウさんはやっぱり自分の彼女とはそういうことしたい？まあそうですよね。だから付き合う人にはいつもそういうことがしたいんだったら、他の子と付き合うか風俗行けって言ってるんです。どうだ？もうそういう話やめてよ。すまない。そろそろお時間となりますが、ご延長で。このごめんね、桐生さん。あ、そうそう、ちょっと聞いて。なんだ？私、あんまりホストとか好きじゃないんですけど、最近友達がハマってるから、仕事帰りに何度か付き合ってあげてるんですよ。そういえば。本当？でも。ああ。でね、この前仕事休みの日だったんですけど、買い物の途中で友達が飲みに行きたいって言うから、そしたらね、入り口で魚みたいな顔した男が、あいにく今日は満席でしてとか言うから、もう超頭きちゃって。俺もだ。そうじゃないんですって、店はもうガラガラってくらい席は。その時は私服だったし、仕事の時みたいにメイクも派手じゃなかったから、きっとこいつら金持ってないって思われたんですよ。なんだと？ほんとありえなくない？普段。ああ、でしょ？もううちはその点、店の方針で比較的緩いんですよね。たまにすごい格好してくるお客さんもいますし、帰った後でみんな。わかった。
今ね、ちょっとネットオークション見てたの。ん？うん、海外。そうか。そしたらすごくいいのを見つけたんですけど。なんだ？それがちょっと予算オーバーしてて。それじゃあ。え、本当に？じゃあ、桐生さん代わりに入札してください。なあ、桐生さんのアカウントでログインして入札すればいいんですよ。ちょっと待て。ちょっと。すまない。グラスからですけど、どうします？こっちお願い。乾杯。何が出るかな。実は私、キャバクラで頑張る理由の一つに車のローン返済。おお。それがちょっと違くて、正確に言うとローンじゃなくて賠償金なんですけど。何？あのね、実は前友達の車借りて運転してた時、コツンと開けちゃったことがありまして。ああ。それで何十万円も払わなきゃいけなくて、ずっと頑張ってたんです。ひょっとして？実はその車も友達が他の人から借りたもの。なるほど。そしたらその話を聞いた店の先輩が自分のお客さんに相談してくれて、なんと私の賠償金、その人が全部払ってくれたの。はあ。そんなことないですよ。それじゃあ。あ、それがね、そう。なんだ？実はね、私の払う賠償金全部で60万円だったんですけど、その先輩がお客さんからもらったのは80万円だったの。おいおい。でしょ？私も今度からそういうことあったら必ず金額持って話すよ。まったく。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。桐生さん、今日もありがとう。またね。いらっしゃいませ。
私に会いに来たの？もう超ハマってんじゃん。何頼みます？こっちお願い。乾杯。あ、何が出るかな。あの、私ずっと気になってたことがあるんですけど。なんだ？入り口の料金表にラストって書いてあるじゃないですか。あれ、なんでああいう風に書いてあるか知ってます？あれ、お客さんの入り具合によってその日の閉店時間がまちまちだからそう書いてるのかなと思ったんですけど、どうやら本当は1時までしか営業しちゃいけないかららしい。そうだな。でも1時以降も内緒で営業してるんですよね。キャバクラって健全なイメージがあったからちょっとびっくりしました。ひょっとして。それがあったんですよ。この前いきなり警察の人がやってきて、営業時間過ぎてるからダメって言われて急遽店じまいすることになっちゃった。日向。すぐに営業再開するから戻っておいでって。何？意外とやるんですよね、あの人。普段は頼りなさそうなのに、そういう時だけ妙にかっこいい。それじゃあ。そうなんですけど。そうか。それでね、そんな時にわざわざ来てくれたお客さんもいて、しかも私のことすっごく気に入ってくれ。それなのにキャストの数が足りなくてマイナス営業だったから席を離れなきゃいけなくて、でその間にお客さん怒って帰っちゃった。いや。そうですね、店長にもちゃんと文句言っときます。ああ。この超オッケー。この店ってカラオケがやれる大きなステージがあるんですけど、私まだ使ったことなく。ああ。私カラオケが超好きなんですよ。だからもう使いたくてうずうずしてるんです。それじゃあ。ああ、それが。そうか。だからイベントの時は来てくださいね、リクエストされ。なあ。超好き。休みの人。おいおい、マジだし。おお。まあそれは途中からでも入れ替わり立ち替わりで全員合わせると結構すごい人数になってるかも。いや。ああ、それはある。それじゃあ。
し照れるな。3、2、1、こんな感じだよ。失敗だな。すいた。この前腰抜けねえ。出してやるよ。ねえ、ちょっとどこ行くの？いらっしゃいませ。燃えたギルコンソール。
世界見下そう、いただきやゴー、行こう、ワン、ツー、スリー、世界にジャンプ、ステップ、レッツゲットトゥーザトップ。楽しかった。歌聞かせてくださいよ。ありがとうございました。楽しかった。この前やっちゃえ、殺してやる。今じゃない。ちゃった。おい、止まれ。
すいた。ねえ、いらっしゃいませ。ねえ、いただきます。キリュウさん、ありがとうございました。おいしかった、楽しかった。じゃあ帰るね。